内で絶対乾燥すると思うので、これこの化粧水をこれに入れ替えて機内で乾燥したらシュッて出てきた。え？全然ミストタイプじゃないんですけど、ミストタイプ買ったのに全然ミストじゃない。え？なんだよ、化粧の上からしたかったのに意味ないじゃん。なんだよ、おい。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。明日、明後日ですね、明後日にハワイに行きますので、パッキング動画です。イエーイ。ちょっと眉毛を脱色したので、もう眉毛ありませんが、はい、久々の海外なので、ちょっと容量がつかめてなくて、何持ってったらいいっけかなみたいな状態ですが、まあ、とりあえず3泊4日かな、3泊4日なので、そんなに極力荷物を増やさずに行きたいなと思っていますので、まず詰めていきたいと思います。はい、まず一番大事な一番かさばるこちら、私の下着と尿取りパッド入れなんですけど、これね、今年じゃない、新たな試みを、ちょっとやってみたいなってことがあって、まあ、こっちはまあ下着とか靴下が入ってます。で、こっちがまあめちゃくちゃかさばる尿取りパッドとか、まあ、敷きおむつ、もしおもらししないようなあれで、ベッドのところに敷くようなものとかこっちに入ってるんですけど、これをね、ちょっとチャレンジ使ってみようと思うんですけど、トラベルとサウナショーツっていうのが100均で4枚入りで100円で売ってたのよ。で、なんか何かっていうと、本当にまあ、サウナパンツ、まあ、女性陣じゃないけど、エステとか脱毛とか行った時ある人わかると思うけど、このエステの時とかに履く用の不織布風景でできてるこのパンツが売ってたの。すごくない？だから、これに、もう、これを履いて、尿取りパッドをこういう風につけたらいいじゃないかって私はもう、思ったのよ。こんなのさ、ほら。で、もし汚れちゃったとしても、洗わなくてもこのまま捨てれるし、まあ、100円で4枚だったらめちゃくちゃお得だから、いいなって思って、で、まあ、かさばらないし、これね4枚入ってこれくらいのサイズだし、まあ帰り、まあ、これくらいの量ではあるけど捨てて帰ってくればいいっていうのがあって、これめちゃくちゃいいんじゃないかなと思って、ちょっと今回履きたいと思います汗をすごいかくのよ。で、汗かくとパンツの脱ぎはぎがすごい大変なの。だからこのもうほぼ布でもないようなやつだったら汗かいても脱ぎはぎが楽なんじゃないかっていうのも思ってちょっとチャレンジします。まあ、よかったらまた言いますね、報告します。はい、まあ、スーツケースはやっぱり一人では持てないので、このカバンで行こうと思います。はい、このカバンは肩掛けカバンにもなるけど、まあ私は肩掛けないし、まあ、スーツケース使う人だったらここスーツケースこうやって入れれるところもあるし、ここ、ファスナーもあって内側に、スマホとか入れれるし、肩紐の紐もついてますちゃんと。で、ここで肩紐もつけることができます。中も結構小分けのポッケが入ってるのと、ここが一番面白いんですけど、今こういう風に開いてますが、ここファスナー、こういうラインファスナーついてて、ここ閉めるとこの広さになる、この分が縮むので、もうちょっとだけコンパクトになります。だから荷物多い人はこのサイズ、荷物入れないよっていう時はここのファスナー閉めてコンパクトサイズにすることもできます。はい、とりあえずこれに入れていきますね。帰りは尿取りパッドが減ってる、ちょっとだけ減ってるので、もう少し帰りの方が荷物は
なくなるかな。はい、こんな感じで入れました。これが、まあ、グアム旅行の時にもうめっちゃ前だけどね、 お話ししたかなと思うんですけど、防水の車椅子カバーっていうのを自分で作ったんですよ。自分で作ったというか依頼して、なんかちょっと布はどうしてもダサいんだけど、いい布がこの柄しかその当時見つけれなくて、これをこう全部車椅子にバッて覆うことができます。まあ、そうすると何が起こるかというと、例えば海入りました、で車椅子に帰ってくるときに濡れた体で座ったら車椅子びしゃびしゃなるじゃないですか。まあタオル敷けばいいっていうのもあるんだけど、砂まみれとかにもなっちゃうし、その時にこれ敷いておけばいいし、そうじゃなくてもシャワーを浴びるとき、お風呂入るときに、海外ってシャワーチェアない場合もあると思うのよね。シャワーはあるけどシャワーチェアがないっていう場合の時には、これを車椅子に敷いて、でお風呂入れば車椅子がシャワーチェアになる。でクッションは、私はスチームライトだからクッションカバーを取れば別にクッションカバー自体は濡れないし、あと寝る時に入れば朝まではなんていうの、背もたれの布とかも乾いてるから、これでお風呂も困らないっていうのも、一応バリアフリールームは取ってるけど、ちょっと初めて泊まるホテルなので念のためこれを持っていきます。まあ、海に入る予定はないんだけどね。やばい、もうこの時点で結構荷物がパンパンになりそう。夏なんでね、あちらはね、もう必要となればもうあっちで T シャツ買おうかななんて思ってますけど、アイラブハワイみたいなね。はい、これ服入れて、一個一個さ、カバーケースに入れるのもいいんだけど、なんかカバーに入れた方がかさばる気がして、裸ポンポンで入れれるものは裸ポンポンで私は入れていきたいと思います。シワがついてもあんまり気にならなさそうな素材のものを基本的にはチョイスして持っていきます。続きまして、ゴシゴシタオルですね。一応洗濯ネットちっちゃいのを持っていきます。でこの中に、まあ、3泊だけど一応、まあ、着替えの T シャツはあっちで洗いたいなって思うので、洗濯機はないけど手洗いでできるように一応洗剤だけ一応2個持っていって、その中にネット入れていきます。一応エコバッグ、これこの前沖縄旅行で買ったスパムのエコバッグを持っていきます。はい、次これ辛ラーメンこれもこの前沖縄で友達が沖縄の時にこれ持ってるのを見て、めちゃくちゃ可愛いって、結構すごい丈夫なの、めちゃくちゃ可愛いって思って、いいなガチャガチャだよって言ってたら沖縄のガチャガチャ屋に会ってやりました。そしたら黒が当たりました。中はですね、フロスと、これはミニカバンに入れるんだ。スキー用旅行バッグと、このちっちゃいお出かけ用バッグを持っていく予定です。で、お出かけ用バッグの中にウェットティッシュと、あとゴミ袋。ゴミ袋と、結構紹介したことあるけど、これ石鹸です。無印の石鹸。海外、お手でネパネパなる率が結構、おしぼりっていうものがあんまなかったりするので、これ大事だと私は思って持ってってます。フロスと、クチュクチュペーするマウスウォッシュですね。マウスウォッシュと、綿棒と、あとまあこれ別に飛行機じゃなくてもいいけど、ちょっとした、軟膏と絆創膏セットがこちらにあります。化粧水とか、クレンジング系を全部、旅行トラベル系のやつ、いつもこまめに集めてるので、小分けのやつが入ってます。これが、機内用に行きますね。ハワイは、一応変圧が日本とそんなに変わらないので、変圧器っていうのが必要ないんですよ。コンセント口も
基本的には日本のプラグのまま乾いてはさせたりするだけど、まあ、一応この変換器プラグを持っていきたいと思います。これでももう5年前くらいに買ったやつなんだよね。変圧器も私持ってるんですけど、こんくらいのやつでも今これくらいのサイズの変圧器があるらしくてすごいよね。まあでもこれは変圧器じゃなく変換器のみのやつで、ユーロ、アメリカ、UK までこう全部これで対応しています。 USB 口もここに2つある。一応コテも持っていこうと思うんですよ。荷物になるから嫌だけど、海外に持っていく中のコテでおすすめなのはやっぱりサロニアですね。サロニアは幅広い国で変圧器なしでも一応使えるっていうメーカーさんなので、サロニアのコテストレートアイロン1本持っておくと海外旅行にいいかもしれないですね。シャンプーはいつもこれ私が国内旅行でも使っているんですけど、これシャンプーとトリートメントで 100ml 以内なんですよ。これ 89ml 入りなので、100ml 以内っていうのもちゃんと守られているし、ここに吸盤があるので壁にキュッてこうくっつけれるんですよ。だから使う時も結構楽ちんでいいですね。これにシャンプーは入れていきたいと思います、はい、洗顔もこういう時って結構クリーム系とか液体系ってね大変だと思うんですけど、私はいつもこのクレソワンのこのパウダーウォッシュ、しかも1回使用でこう個包装になってるのを使ってるので、こういう旅行の時はやっぱりめちゃくちゃこのタイプがおすすめだなと思います。はい、これをまた後でから追加して入れます。シャワーキャップとかも漏れ防止で包んで、こうやってシャワーキャップに、靴とかもそう使われてるんですけど、私はこうシャワーキャップに包んで、もし液漏れしても、なんか、袋がメタメタにならないようにやってます。おすすめ。これは、お薬セットですね。普段私が飲んでいるお薬もそうですし、あとは酔い止めとか、痛み止めとか、胃腸薬とか。が入ってます。これはこっちのミニバッグに入れますね。ティッシュペーパーは一応予備で2つ大事、歯ブラシ大事、ミニポーチに入ってるのは歯磨き粉と、まあ、クレンジング類とヘアオイルも、普通のヘアオイル持ってってもいいんですけど、ちょっとこれが余ってたので今回これ持っていこうと思うんですが、知ってる人は知ってるかもしれないけど、これもヘアオイルなんです。でこれ寒いところだとこのヘアオイルがカチカチになって、すごい開けにくいんですよ。だからあったかいところのところで使う方の方が使いやすいので、まぁ、今回これ余ってたのハワイで使い切りたいと思います。であとまあコットンと、またこっちにも綿棒入ってます。まあその引っ掛けるタイプのポーチみたいなのも今売ってますけど、やっぱり形がしっかりしてて私はかさばるので、一応なんかいつもあると楽だなって思うのが S 字フック、なんかある時にポールの大きさとかに変えれる針金タイプの S 字フックをいつも持ってたり1個持ってたりします。だこれ日焼け止めとワックスですね。これはこっちでいいかな。あとは化粧ポーチを入れていくだけなんですが、一番また化粧ポーチ以外にもかさばるのがカメラ類ですね。やっぱり私撮らせていただいてるのでいろいろとカメラも今回持っていきます。機内持ち込みで持っていくんですけど、はい、こちらね、ここら辺にこうやってつけれるようなこのカメラがここに入れて、これ360度カメラも持っていきます。でこのトヨタの袋、ランクルの袋もらったのに、これは電池類とかカメラの電池類、これ高速充電器なのでこっち持ってって
これ全部この中に入れます。これがキャー、マジでこっちいっぱいなんだけど、カメラ類やだー、こっちパンパンで、今使ってる三脚もこっちに入れたいんだよね、機内で撮影したいから。忘れちゃいけないパスポート、パスポート入れ、これ100均です。今回新しく買いました。昔こっち使ってたんですけど、パスポート入れ、なんか物入れれた方がいいというか、ちょっとした書類とかを入れるとここが閉まんなかったんですよ、この蓋が。だから本当に使い勝手が悪くて、これも100均だったんですけど、使い勝手が悪くて袋タイプの方がいいなと思いこっちにしました。別にピンクが好きじゃないんですけど、まともな色はこれしかなかった。で、中に入ってるのが、やっぱりパスポートと、で一応空港で現金両替するので1万円入れといて、基本はもうカードでいきますね。今回 eSIM っていうものがこの5年間の中で普及していたのを私はすっかりわからなくて、eSIM ではなく普通のいつものように買えるプリペイドカードを準備しました。で、よく皆さん機内で、入国審査の紙を書くと思うんですけど、そういう時に絶対ボールペン持ってないよっていう方多いですが、ボールペン必ず皆さん1本持っておいてください。で、これがまたここにボールペンのこの入れがあったから良かったんですよ。で、一応後でからパスポートのコピーを取って、コピー取ったのも持っておきます。はい。で、私がいつも持ち歩いてる免許証にもあるんですけど、はい、臓器提供医師カードっていうのは私はもう前からずっと持ってます。眼球以外は差し出しますっていう風に書いてますので、何かあったらこちら、皆さん私が臓器提供医師に示してたよっていうのを知っておいてください。で、これね、いい、このすごい小分けのここの袋3つくらいあるから、今小銭をここにも入れてるけど、基本カードで行くからそんなに小銭が出ないようにしているんだが、これまた100均のティッシュケース、今回普段使っているこの小銭ケースを空にして、これに小銭を入れていこうと思います。これ Amazon で昨日買ったの、一応これ 100ml サイズなんですけど、最近化粧をした後にやっぱりめちゃくちゃ乾燥するんですよ。まあ、ハワイで乾燥することはないと思うけど、機内で絶対乾燥すると思うので、これこの化粧水をこれに入れ替えて、機内で乾燥したらシュッて出てプッ、全然ミストタイプじゃないんですけど、待って、めっちゃストレート、あれ、ミストタイプ買ったのに全然ミストじゃない、ちょっとローションっぽいとミストじゃなくなるの、なんだよ、化粧の上からしたかったのに意味ないじゃん、なんだよ、おい今初めて使ったけど、ミストじゃないんだめっちゃ直線、こんなん化粧の上から使えなくね、まあでもせっかく買ったから持っていくか。あとこのリュックとは別に、もうこのどうにでもなれバッグで私は行くので、これにまあ貴重品というか、もうちょっと手持ちのものを入れていこうと思います。はい、こんな感じで、3点セットでハワイに向かいたいと思います。皆さんハワイの動画楽しみに、うまく撮れるといいですが楽しみにしておいてください。はい、ということでパッキング動画でした、ありがとうございました。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をお願いします。インスタグラムや X ですねの方で、ストーリーとか結構その旅の時にこまめに発信してたりするので、ぜひそちらもチェック、フォローしていただけたらと思います。はい、
ということで、最後までご視聴ありがとうございました。